いや相談してもできるあんたはできるっていうだけだから、はい、相談しても相談になんないんですよで俺また喋りなんで結構喋るんですよもうおかんにもいやるんですけど付き合ってた女の人の話するの大好きでおかんに俺何で言ってんのか知らないけどうまく乗せるんですよでどんな子や 何ちゅう名前やとかって全部名前まで僕浪人してた時に付き合ってた女の子なんですけど何ちゅう名前やなんとかしてずいぶん経ってから僕30過ぎたぐらいなんかたまたま喋ったら「あんたほら浪人してた時な東京上京してな一人一人で初めての一人住まいになった時な付き合ってた人いたやろ」ってその女の人が本当悪い人やったらなあんたあんたが。 困ることになるから実は更新状つけてたと <laughs> すごいでしょ僕浪人の時更新状つけられてたんですよおかんに相手を調べてで,でもなあの人の家柄もしっかりしてるって何 <laughs> でおかん知ってんねんみたいな話だってそんなことでした相談すると素直なんですよ、ね、できないですね全肯定ですからうち<れ>は。 えー、否定がないんで照れくさいですよねもう基本がもうてれくさいですよね特に娘とかになると照れくさいですよね男もね男の子も照れくさいんですよもうもはや照れくさいんですけど男同士っていうのもなかなかちょろちょろとか見るぐらいでこうやって見たことないんですよ僕あんまり人をね <laughs> じっと見たことがないからないからちょろちょろ見てるんですけど。 なんかちょっと酒飲んだりして気をきくになったら「イエーとかやるぐらいであんまりね触っちゃいけないみたいあの子供ってあんまりこう触ると嫌がるような気がするんで見てるっていうのはいいんじゃないですかね見てるでも見てるっていうことはやっぱり注目してるわけで。 それは伝わってると思うからそれ以上のことで急に明日からフランス人になるわけじゃないからこうやったりボンジョーとか言えないからそれって恋人にも奥さんにも変じゃないですかそんなことってそれを子供だったらできると思ってることも変だなと思ってでもそれは子供やさかいっていうねなんか。 油断があるんですよだから「まあ,なあうちの部下やから」とか言って「ケツ触ってもいいやろ」っていう論理と同じでそれセクハラじゃないですかそれやっぱりあっちもねセクハラだと思ってると思うんですよねだからファンとして見守るっていうのがいいんじゃないですかね、うん、でもなんかいいことも言ってほしいし「パパ好きだよ」とかね好きだったらあっちからも」 言っっててもらるると思ってるじゃないですかでも憧れのスターに「僕好きですから」って言ったら「君のことも好きだよ」って言ってくれないじゃないですか憧れのスターって。ついついこうやってねやっぱり愛をかけたら愛を戻してくれるんじゃないかって思い込んでんなと前からうすうす思ってたんでちょっと思い上がりだなと思ってそこは言ってくれなくてもいいです。一方的に上げてるだけだけから うまくなってくると思うんですよね。キャッチボールやってると。半分半分でするけど。与えるだけだから。わあ、嬉しいわ、とか、うまいこと言うんだよね。うん。それを外でもね。あの、できりゃ、いいし。人に。こう、親切にしてもらったりして。ことに対しては。あの、反応できるというか。うん。それができたら、もう。 あのー、あとそれと計算ぐらいできたらいいんじゃないですかね、うん、あの外国行った時損するからねお金計算できないとね <laughs> それぐらいであんまり何にも期待してなかったし、えー、そのうちの娘が将来こうなった方がいいとかあ実は何も思ってないし <laughs>、えー、こ次はこうだとか思ってないんだけど、うん 喜ばしたいん、ねえー、うんファンだから、えー、ずっとあ一方的に受けるだけなんで、はい、それも連発で来るんで「ありがとう」って言ってんのが「ああありがとう」って言ってたとまあちょっとタイプ変えていかないと自分も飽きてくるから <laughs>、えー、あのいいようにちゃんと転がしてるんだと思うんですけどね。<laughs> 一辺倒なありがとうではないありがとととうを考えついいたとは思いますそれはもうとりあえずそのうちのお母さんが言ってたのは「愛してもらいや」ってみんなに愛してもらいやっていうことなんですよあんたは愛しても,もらってなんぼやつがやあんた。でそこはねなんか僕が絵を始めるとか言った時も「いや実はなあの時あんた絵っ,って言って言ってたけどあんたそんな馬ないやんか。 って言うんですよ。「はよ言えや」って言ったんだけど「<laughs> いやあんたはなれ,なれるって言ったやんか」ってっいや喜ばしたかったからなあんたを喜ばしたかったから絵の道行けるでって言うたけどあんたずっと小学校の時を見てるけどそんな絵うまないやんかってあんた全部通信簿でも2やったしな一回だけ家庭教師絵の人つけたからちょっとうまなかったけどそんなぐらいでな未来目指したって言った時にな あ、これは受からへんなっっっててて私思ってたんやでって言「うからはよ <laughs> 言えや」みたいな、うん「でもあんなもん言うてもあんた行くやろ」って言うて辞めて帰ってきたらもうそれで諦めつくんやろうからっていうような考えなんでうーん困りますよねそういうのはね先 <laughs>、ええ、行程もね前行程も <laughs> だからあとは自分で考えやっていう話なんで否定って親との 親の意見も入ってるわけじゃないですか。まあそんなことできないっていうのは、はいはい、極力自分の意見をなくして育てたんだと思うんですよね。うん、もう十分してもらったんでいいです。うん、もうはい、何も期待するないし、あのー、何してもらおうとも思ってないけど、その代わりなんか親やからっつってこう。 親からこそ嫌なことも言えるとかっていうのだけは避けていきたいんで、うんえー、ここだけは叱っとかなきゃなんないとかっていうのだけはなんか言いたくないっていうか、うんえー、んでも何も悪いとこない娘なんで、まあ、それがもう親分かってやつでしょ <laughs> もうね日の打ちどころないいい子なんですよ本当になんとに何なんですかねそんないい子だったんだと思いますはい。 親,子バカ親バカって言葉はあったけどその親子バカっていう言葉はないわけで、はい、でもその言葉で「い楽になるなるとは思いますよ、ね、あ出た親子バカ今やってる」とか言えるわけだからなんかこれも親バカかなんて言ってつぶやくんじゃなくて大きい声で言える言葉だからここ T シャツに書いてあってもいいわけですからね。 それはでも本当は思ってる気持ちが言えなかったことがその言葉で集約されてるから楽ですすよねねそれすごく、ね、だから今まで「愛」って言われたことが「バカ」に変換されてるから楽なんですよ「愛」はね恥ずかしすすぎですよあれよく言う人いるけどポッと顔が赤らむ言葉だもんバカはねもう嬉しくなるけどね これからすべての愛っていう言葉をバカに変換すればいいと思います。